今井達也は、栃木県鹿沼市出身のプロ野球選手。宇藤右内。埼玉西武ライオンズ所属。小学1年から野球を始め、鹿沼市立西中学校時代は、クラブチームの鹿沼レッドソックスに所属し、全国野球大会に出場した。中学卒業後は、作新学院高等学校に進学。2年夏は、栃木大会で、背番号11でベンチ入りし、 準決勝白王大学足利戦で先発するも、至球と、大下聖一郎のライト前ヒットでピンチを招き、西一三塁から、ライトスタンドへの同点三点本塁打を打たれ、一回、被安田三四し急球に失点三で降板した。国学院栃木との決勝戦では六回から、リリーフ登板したものの請求が定まらず、相手打者に対して、頭部至球を与えるなど、結局一回一。 3を批判だ一吉子し四4で降板した。チームは夏の甲子園大会出場を果たしたものの今井はメンバー外となった。一方同期の入江大生は背番号11としてメンバー入りし、3回戦九州国際大付戦で1イニングを無失点に抑えている。2年秋の秋季栃木県大会では背番号1としてメンバー入りし、準決勝で 文星芸大付戦に先発するも冒頭により、決勝点を許し、1から2で敗れた。2年冬の期間は監督の小針隆弘の、ピッチャーはマウンドで、一人という育成方針によって、マウンドでの孤独感や自身に向き合う、時間の確保のため、一人で練習に励んだ。3年春の栃木県大会では2番手角の入れに、実戦経験を積ませるというチームの方針から、 今井の登板機会はなく、入江が背番号1を背負ったものの準々決勝で、県立栃木工業に敗れベスト8に終わった。これをきっかけに入江は一塁手へコンバートした。AS として迎えた3年夏の甲子園大会では、初戦の人生学園戦で、自己最速となる時速 151km を記録すると、その後の花咲と草替戦では、 自己最速を更新する時速1 5 2トルを計測し、プロから注目された。決勝の北海戦では9回1失点の好投で優勝投手となった。同大会では前後試合に登板し、41イニングで44、脱三振、自責点後と回答を見せた。甲子園の後はマイナス1 8アジア、野球選手権大会に出場し、 決勝の台湾戦では5回1失点と高騰し、2大会ぶり5度目の優勝に貢献した。2016年9月16日に、プロ死亡届を提出し、2016年度ドラフト会議にて埼玉西武ライオンズから単独1位指名を受け、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1300万円で契約した。同年オフに、 FA で楽天に移籍した岸高行の背番号11を背負うこととなった。2017年は高卒新人ながら春季キャンプ A 班に抜擢されたが右肩関節唇の炎症により離脱。その後順調に回復し4月15日のイースタンリーグ公式戦で実戦デビューを飾り7月13日のフレッシュオールスターゲームでは イースタン選抜の先発を務め、1回を無失点に抑えた。しかし5月には右肩の違和感、8月には右肩の炎症と故障に悩まされ、ルーキーイヤーは2軍で7試合の当番に止まり、オフは現状維持の推定年俸1300万円で契約を公開した。2018年、未成年でありながら1月末に所沢市内で喫煙していたと、 外部から球団に情報が寄せられ、2月6日に厳重注意処分として、5月までユニフォーム着用禁止及び対外試合出場停止が課せられた。4月30日に5月1日付で未成年、喫煙による処分が解除されることが発表された。6月13日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初登板初先発を果たし、6回1失点でプロ初勝利を挙げた。 デビュー戦で先発勝利を挙げたのは、球団では松坂大輔以来であった。6月23日の千葉ロッテマリーンズ戦では4回、4失点でプロ初黒星を喫したものの5回、コウコールドにより、プロ初関東が記録された。7月10日に登録抹消となり、同21日の一軍最小覚後も2度、登録抹消を経験したが、この年は一軍で15試合に登板。 5勝5敗、防御率4.81という成績で、オフに500万円増となる、推定年俸1800万円で契約を公開した。2019年は、自身初の開幕ローテーション入りを果たすと5月5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初完封勝利を挙げた。これは、令和の完封勝利第1号だった。この年は発熱で先発を回避した試合や腰痛で、 登録抹消された時期があり規定投球回には到達できなかったもののシーズン中盤からは3連戦の初戦を任されるなど首脳陣からの期待も大きく23試合の登板で7勝9敗防御率4.32という成績を残したオフに千7 0 0万円増となる推定年俸3500万円で契約を公開した2020年は 新型コロナウイルス感染拡大の影響で開幕が6月に延期される。この年はダルビッシュ U をイメージした新たな投球フォームに挑戦し、開幕前の交流試合などでは高騰したが、開幕後は6先発で2勝を挙げるも、防御率6.25と不安定な投球が続き、中継ぎへ配置転換。リリーフでもなかなか投球内容が向上せず、8月26日の 北海道日本ハムファイターズ戦では、右打者に対して3支球を与えると、翌日に登録抹消。10月に先発として一軍復帰するも結果を残せず、19試合の、当番で3勝4敗、防御率6.13という成績に止まった。オフには、知人の SNS を通じてダルビッシュと連絡を取り、投球フォームについて相談した。 契約公開では700万円減の推定年俸2800万円でサインをした。2021年は3年連続で開幕ローテーション入りを果たす。四死球の多さを逆手にとって相手打者に的を絞らせず、交流戦前の時点では四死球率6.05、ながら飛打率194、防御率2.62と安定した投球内容。交流戦。 そしてリーグ戦再開後も防御率に天台を維持すると監督推薦でオールスターゲームに初出場。第一戦の2番手として登板し2回を無失点に抑えた。後半戦は調子を落としていたが9月11日のオリックスバファローズ戦では7回途中までノーヒットピッチング142球の熱闘で9回3アンダム失点。 自己最多の13奪三振で自身初となる2桁奪三振2019年5月5日以来となる自身2度目の完封勝利を記録した最速時速 159km のストレートにスライダー、チェンジアップ、カーブなどの変化球を投じる2021年からは同僚の平良海馬からアドバイスを受けて磨いたというカットボールを持ち玉に加えている高校時代は 請求難に苦しみ、2年夏の甲子園でベンチを外れて以降はランニング、体幹、ウェイトトレーニングのメニューを自分で考えながら取り組み、練習試合では監督から140キロ超を出すのは禁止、8割の力で投げることという2つの制約を課され、3年春以降は連日ブルペンでのフォームがために着手し、これらが最後の夏における休息、 請求力アップに直結した。ただ本人も、試合が続くにつれて、フォームが横振りになって、シュート回転する球が多かったと語ったように、甲子園終盤からは疲労でパフォーマンスを落とし、U-18 代表でもストレートのコントロールに、苦しんだ。プロ入り後は、請求難を克服すべく、岸高行やダルビッシュ有の投球フォームを参考に、したり、 力感をなくしてみたりと投球フォームを試行錯誤している。甲子園出場前の4月に祖父が死去している。甲子園では祖父の遺骨が入ったネックレスをつけていた。中学の同級生にプロバスケットボール B リーグ、出番が北海道の山口隼人がいる。ありがとうございます。